サブマシンガンはピストル弾を使用するが、より強力なライフル弾など威力の高い弾薬を使用するものも開発されている。ベルギー FN 社の P90、 1988年に完成した軽量防御用兵器で、小型化するためにユニークなマガジンシステムとグルパップスタイルを採用。エジェクションポートはレシーバーの下側に設置され、シューターの利き腕を選ばない。弾薬は銃と並行して新開発された 5.7mm×28 特殊弾で、ピストル弾より反動を小さく抑えながら高い貫通力と長い射程距離を備えている。ピストルとライフルの中間に位置する防御用兵器として、その新しいコンセプトが注目されている。